シングルスの4回戦をご覧いただきます。対戦しますのはアルゼンチンのガブリエラ・サバティーニ、この大会の第4シード、そしてフランス国籍になっていますメアリー・ピアース、この大会の第9シードです。第1セットは 6-3 とサバティーニが逆転して先取しています。第2セットもここまで1ブレーク 4-1 とリードして第6ゲーム、ピアースのサービスゲームです。お話は坂本慎一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フォアのウィナー、サバティーニ幸先よく最初のポイントを取りました。第1セットの立ち上がりは 3-1 とリードしたピアースなんですが、その後ちょっと雰囲気悪くなってますね。そうですね、それもなんか自分のミスでね、このような結果にしてしまってますよね、ダブサーティー、嫌な展開になりましたメリーピアース。ちょっと何か去年までのピアースに戻ってしまった感じですよね。そうなんですね、ちょっと残念ですよね、このフォアが長い。ラブ40。1回戦ではイタリアのバウドーネ、2回戦ではアメリカのハーベイワイルド、これは3セットまで行きました。3回戦ベルギーのアペルマンスを下して4回戦進出を果たしているメリーピアス。フォアの逆クロス、まあ、今みたいなショットがですね、入ればいいけれども、はい、入らなければダメだっていうね、このはっきりしてますよね、今ね。そうですね。フォアのボレー、ジャストアウト。ジャストアウトです。第6ゲーム。サバティーニ、ピアースのサービスをまたブレイクしました。5ゲームズ2-1、2ブレイクアップとなりました。サバティーニは1回戦オランダのロッティエ、2回戦ロシアのメドベデワ、3回戦はイタリアのフェランドを下してこの4回戦進出です。さあ 5-1 になりましたね。最初この試合が始まる前はですね、ちょっとピアースが有利かなと。そうですよね。それも昔ほどサバティーニがちょっとキレがないですよね。そうなんですよね、はい、そう思ってたんですけれども、意外な結果ですよね、今のところはですね。決めに行きましたピアース、これはなかなかいいショットです。そうですね、あまり自分でこう無理やりこうポイントを決めようと思わないでですね、今みたいに少し力を抜いてね、プレーをしたらいいかもと思いますよね。そうですか。今はあのボロッテリさんにコーチをしてもらっているわけですよね、はい、ピアスは。長い球がアウトになりました。そしてサーブと精神面を改善しているというふうに言っていて、確かにこの3回戦まではね、はい、なかなかいいピアースが見られたんですよね。そうなんですよね。人によってはこれは優勝候補の一角に入るんじゃないかという声まであったんですが、はい、私も非常にいいテニスをしてくれてますからね、ちょっと期待してたんですよね、密かにね、はい、ちょっとこの4回戦は苦しい展開になりました。ダブルフォート。しかしまだあのサバティーニはね、あのこう決め球っていう点でね、はい、ちょっと物足りないところありますよね、はい、ですからミスがなくなるとですね、ピアースがですよ、あのまだまだこれから挽回する余地がありますよね。あ、そうですか。テニスドレスがもう一つピアスの着ているものが話題をさらってますよね。そうですよね、なかなかよくこう似合ってますよ ね、はい、何人か着てますけれども、まあ、そう言ってはなんですが一番似合ってますね。そうですね。
社からあのデザインについて相談を受けたのかと聞かれて、いえ、私がサインした時にはもうデザインは決まっていたんですというふうに言っていました。あ、フォアのウィナーパスが決まりました。しばらくこういうドレス調のウェアというのは女子の場合はありませんでしたからね。何かとっても新鮮な感じがしますよね。なおブレークポイントです。フォアのウィナーがよく拾った。オーバーヘッダー、ネットにかけた。第1セットの後半からこういうミスが出始めてるんですよね。そうですね、やはりあの人間がやることですからね、あの非常に最初の4ゲーム目まではうまくいってたんですよね、はい、それを自分のミスで流れを変えてしまいましたから、どうしてもこういうふうにねミスが出がちになってしまうんでしょうね。第2セットの第7ゲームです。 6-3、5-1 とリードしているサバティーニ。深いサーブがフォール。この人はどこ行っても人気抜群ですが、オーストラリアでも素晴らしい人気ですね。そうですよね、彼女のする試合は超満員ですよ。満員ですよね、はい、決めに行った球ですがアウト。今日はこういう細かなほんのわずかのミスというのが目立っています。で試合の前半はそれでもまあ平気な顔をしていたんですが、だんだんこう去年までのピアスといいましょうか、はい、ちょっと腐るような場面が出てきましたね。そうですね、そこら辺をこれからもっとコントロールできるようになりたいですよね、そうですね、まあ、今回はボロッテリさんの門下生といいますかコーチングスタッフの一人がこちらには来ているようです。あ、ダブルフォルト、デュース、ダブルフォルトですね、時々そのコーチとアイコンタクトをしているメリーピアスですが、ここまではちょっと立ち直るきっかけがありません。この辺りでブレークして立ち直りたいところ。あ、すごいショットです。2ブレイクダウンですが、1つ返せば、はい、まだチャンスはありますからね。そうです、もう一度、はい、それに当たれば強い人ですからね。そうですよね、はい、まだまだ分からないですよ。アドバンテージピアス、180センチという長身。サバティーニもすごく大きく見えますが、これで173センチです。オンザライン、ロブが上がりました。デロデロというふうにピアスがジェスチャーをしておりましたが、ボールがベースラインを越えました。1つ返しましたピアス、 5-2、 サバティーニ1ブレークアップです。まあ、この両者の対戦といいますと、この去年のこの大会の準々決勝を思い出すんですが、そうでしたね、第1セット 6-4 でピアスが取って、第2セットタイブレーク3つマッチポイントがあって、はい、一度はもうダウンザラインが決まったかというんでガッツポーズを見せたところまで行ったんですがね、あのガッツポーズでね、なんか試合が逆に流れてしまったというか ね、 そ, うですね、そんな風な試合でしたよね、はい、そしてあのサバティーニがうまいなと思ったのは、それをタイブレークを取ってセットオールになったところですっと着替えに行きましたよね。あ、そうですよね。で残されたピアースがこの、まあ、同じベンチでいろいろああしていたらこうしていたらと考えて、だんだんこう規制を発するぐらいにこう頭の中がぐしゃぐしゃになった、その状態で出ていって第3セット 6-0 で取られたわけですけどね、はい、やはりあそこら辺がね、経験豊かな、ね、サバティーニの、ね、まあ、勝利という感じでしたよね。そうですね、それにしてもあのタイブレークは 14-12 までいって決まったんですが、はい、です見応えのある試合だったんですよね。面白い試合でしたね。で今回もですね、やっぱり 3-1 と、ピアスが、ね、リードしましたけれども、はい、
ですからサバティーニがね、そのちょっとしたミスをね、そしてまた相手にそれからもう攻撃させないね、非常にうまいこうリカバリーをね見せましたね、はい、それがさすがだなというそんな気がしますよね。そうですか。さて第8ゲームです。ピアスのサービスゲーム。アウトです。しかしまあいろいろ問題のあったお父さんと、まあ、コーチとしての仕事も辞めてもらって今離れて暮らしている、はい、何か伸び伸びしてますねピアスが。そうですね、はい、ダブルフォート15オールです。生き残るためには何としてもこのサービスはキープしなければいけません。ピアス、回って入りました。両者前に出る。フォアのボレーが決まりました。30-15。なかなかうまく自分に流れをつかみかけてるような感じしますよね。そうですね。サバティーニは90年の US オープンのチャンピオン。アウト。3回戦まではこういうミスをした時にも平然とこうあのヘアバンドをいじるような仕草で何かこう沈めて次のポイントへ向かってましたがね。そうですね。ちょっと今あの自分に腹を立てると言いますかがっかりしたような仕草が見られました。サティオールフォルトです。サバティーニは92年のイタリアンオープンが最後の優勝ですからもう1年半以上タイトルがないんですよね。去年は全く優勝はありませんでしたからね。グランドスラムとは言わないまでの何かタイトルの欲しいところでしょう。追いついた。相手の動きをよく見ていましたガブリエラ・サバティーニ。デュース。どうでしょうこのポイント。もうこれはもうサバティーニの方が逆にね、ペースを掴んだ掴んでましたかポイントでしたね。あ、そうですか。ボールに当たりました。やはりファースト、はい、ファーストサーブが入ればですね、今みたいにあのポイントを取ることができますし、そうですね、そしてお互いにストローク戦でですね、いかにね先にね自分が主導権を握るかということをねあの考えたプレーを
するかですよね。アドバンテージピアス、ファーストサービスジャストフォール。この試合の勝者は準々決勝ではノボトナとザルドの勝者と対戦することになっています。あっとちょっと信じられませんねあんまりなんか違う方向に飛んでいきますとね、どうしたのかと思いますね、はい、どういう意図があったのか。坂本さんなんか専門家ですから何かこう分析のしようがあるでしょうけど、私どもは何と表現していいのか困ってしまいますねまたデュース。サバティーにアドバンテージ。さあマッチポイントですね。そうですね。このオーストラリアンオープンでは準決勝進出が最高の成績、まだ決勝まで出たことがありませんサバティーに。華やかさでは女子テニス界広しといえどもこの人に勝る人はないですね。そうですね、私も個人的にはね、やはりサバティーニなんかはね、見てても非常にこういいなって感じしますよね、はい、それと女性やあの子供さんにはあのラケットの振りがまた華やかさをさらに引き立てる感じがしますからね。そうでしょうね。ゲームポイント、アドバンテージはピアスです。ピアスは1975年1月15日生まれですから、この大会が始まる2日前に19歳になっています。一方サバティーニは70年の5月16日生まれ、現在23歳です。第8ゲームキープしました。5ゲームと3、首の皮1枚残しています。引き続き第9ゲームに入ります。サバティーニサービスフォードマッチ。この試合も非常によく入っています。センターコート、鮮やかです。ロングボレー、今のねボールを落とさずにね、打ったところがあのちょっとミソでしたね。そうですね一度あのキルマイヤコーチとは別れていたんですが、また戻ってるわけですよね、去年の終わりからね、これでまたあの彼は私のことをよく知ってくれているし、私があの他のコーチとやってみたいと言った時にもとってもよくしてくれたんだというふうに言っています、サバティーニ。サービスです。去年の途中ぐらいからちょっとトスを短くしているような感じですよね。ああそうですね、あの今のサーブがね、はい、もっとこうあればサバティーニは十分に優勝をこういつも狙える選手だと思うんですけどね。そうですよね。
マッチポイント3つ。ピアスの前線もここまでか。あ、しかしいずれ何か出てきそうな感じですね、ピアスは。そう、それはもう他の選手もね、きっとそう思ってると思いますよね。そうでしょうね、はい、要注意と、はい、ちゃんとノートに印がついているという感じですね、はい。さあ、マッチポイント3つ、レッドしました。スタンドがざわめいています。スタンドはギャビーあるいはメリーという声援が飛び交っています。あ、ネットにかかりました。 6-3、6-3、 ストレートセットでガブリエラ・サバティーニがメリー・ピアスを下して準々決勝進出を決めました。一言いかがでしょうか。サバティーニはですね、危ない試合をしますが、さすがに勝負強いというのがね、この試合の印象でした。そうですか、はい、お話は坂本慎一さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの辺で今日はフリンダースパークからお別れします。おやすみなさい。ウィルソンプロファイル。一番いいものを明治屋の提供でお送りします。試合は少女の体から3リットルの汗を奪う。テニスで失う水はテニスで取り返す。マイスポーツドリンク、テニス。冬に戦う者はまず夏に勝たねばならない。ラガーメンのためのスポーツドリンク、マイスポーツドリンク、ラグビー。テニスファンの皆さん、こんにちは。ワールドビッグテニス、今週はバージニアスリムスフロリダ大会の決勝、グラフ・サバティーニの一戦をお楽しみいただきます。解説はおなじみ元デハイ監督、住友経験所属の渡辺浩二さんです。いい顔合わせになりました。そうですね、まあ、やっぱりこの将来を担う2人ですからね、この2人の勝者が将来をまた担うということを考え合わせますと、余計にこの勝敗の決着が面白いですよね、はい。全豪優勝以来グラフ、ご覧のようにこの大会でも快進撃です。しかし準決勝、このシュライバーにはちょっと苦戦したようですね。そうですね、かなりまあ夜までかかって時間をかけましたね、はい、3時間余りかかってましたからね。あるいはのスライス、緩い球にちょっと苦戦したんでしょうか。と思いますね、まあ、やっぱりシュライバーのバックハンドスライスが多いですからね、その辺がちょっとこうリズムのつかみどころがなかったのかもしれませんね、はい。さて、対するアルゼンチンのガブレーラ・サバティーニ、この5月で18歳になります。この前の大会を終わった時点で6位から5位に上がりました。そうですね、この大会でもご覧のように快進撃、そして先週ご紹介しましたように準決勝でクリス・エバート、
6回目にして初めて勝ったんですね。そうですね、まあ、やっぱりこの強打のあのサバティーニに対して硬いエバートですからね、いずれにしてもこの人の壁は乗り切っていかなきゃならないんですよね、はい、打ち勝たなきゃならないですね、そのエバートを見事下しましたサバティーニです。さてこの決勝の対グラフとなりますと、今まで、11回対戦してまだ一度も勝ててないんですね、まあ、接戦は多いんですけどね、はい、接戦をしてもやっぱり勝ちがないと自信はきませんね、特に11回も負け続けますとだんだんそれが重みになってのしかかってきますからね、はい、昨年は8回ですか対戦して1回も勝てませんでした。通算グラフの11戦11勝です。さあ第1セット第1ゲーム、手前サバティーニのサーブ、リターンが浅くなりました。と言いますとサバティーニからしますとやはりもう得意のバックハンド中心にガンガン打っていくことですかでしょうね。まあグラフ、対戦相手のグラフを考えて自分のテニスを変えるということをしますとこれは絶対勝てないですね、はい、自分のテニスをより凄みのあるものにして当たりをつけてやっていくことが勝利への一番近道じゃないかと思いますね。これは大きくアウトです。それと先週ご指摘あったようにこのサバティーニのサーブがですね、はい、ちょっと打ち方が変わりました。そうですね、急に変わりましたけどこのラケットの担ぎがシュッと早いんですね、はい、担いでからトスを上げます、ここが随分違いですね。クロス、入りましたか。入ったようですね、ちょっと ラケットの一番上だったんですがラインの上に落ちたようです。サーティーフィフティーン、打ってきます。逆クロス、浅くなりました。懸命に返します。サバティーニアプローチ、フォアボレー、逆をついた。サバティーニがネット取りますね。そうですね、まあ、やっぱりあれだけ打たれますとね、打たれるのはやっぱり嫌ですから、はい、もうちょっとの隙を見つけてはやっぱりネットへ出たいでしょうね、はい、でこういうボレーだったらやっぱりやられますよね、はい、サティオール、スライスが切れてます。アプローチはアウト。しかしこのグラフナーのバックハンドのスライスあまり弾みませんね。そうですね、ものすごくこう体を使ってスライスをかけてきますからね、はい、滑るんですねあれが、このサバティーニのサーブがちょっとこう先に担ぐことによってより安定性を求めてるんですけども、ちょっとスピードが落ちるかもしれないんですね、そこをグラフのレシーブでつけ込まれなければいいんですけど、これはアウトです。いきなりブレークポイントがあったんですが逃れました。ということはやはりファーストを入れないと変えた意味がないわけですね。そうですね、セカンドサーブは前のサーブよりもちょっとスピードが落ちてますから危ないですね、あっとサーブ&ネットだったんですがバックハンドボレー、バックボレーはネットです。足元落としてきますね。そうですね、まあ、今のフォーム的にはいいサバティーニのバックボレーのフォームだったんですけど、はい、まあ、グラフのレシーブの方が良かったですかね、はい、さあまたアドバンテージグラフとブレークポイントです。打たれます、浅くなりました。互いにスライス、トップスピン、ネットの、ネットの随分下の方でした。いきなりサバティーニ落としました。何かあまりサバティーニらし
くないといいますか、いいところがあまりなかったような感じもあったんですが、ちょっとバックハンドのヒッティングが中途半端な嫌いがしますね。ああそうですか。まだストーンとこう振り切ってないような感じですから、なんかちょっとこうスライス滑るのを恐れてるようなところもちょっと感じられますね。第2ゲームです。ステフィー・グラフ、今年は1月の全豪で優勝、グランドスラム達成に好スタートを切ったんですが、その後の全米ハードコート選手権でも優勝しています。この大会が今年3つ目。サーブがいいんですか。やはりサーブがいいみたいですね。まだレシーブのこうタイミングが合ってない感じがしますね。これもファーストに入っています。いいリターンです。このバックハンドはネット。足元をえぐるというような形になるわけですね。2ポイント返しました。40-30。ということはもうちょっとこう恐れて中途半端というよりも振り切らなきゃいけないわけですね。勝とうと思ったら振り切っていくことでしょうね。はい、しかし第2ゲームグラフがサービスをキープして第1セットグラフの2ラブとなっています。第1セット第3ゲームに入ります。深いボールです。これはグラフチャンス。またコーナーいっぱいに入りました。これ前進してこられるとやっぱりコースが全く読めなくなりますね。はい、回って、ああこれはアウトです。何かストローク戦ちょっと見てますとサバティに押されっぱなしという感がなきにしもあらずなんですが、これをついていかなきゃいけないですね。もう、はい、いろんなことを考えずにとにかく足だけ動かして、ガンガン打たれるのは最初は拾うことですね。ああなるほど。それを抵抗しようと思うとグラフの思うツボに入ってきます。無理して勝負して、あの大きなスイングで打っていきますとね、はい、ますます余裕がなくなってくるんですよね。これは長すぎました。15-30。ハーフボレーっぽくショートバウンドで打つボールは圧倒的にグラフの方がうまいですね、はい、押し込まれた時にシュッとこう逃げる、サバティーニはどうしてもあれをフルスイングしますから、はい、ちょっとやっぱりミスが出ますね。これはネットです。先ほど何かセカンドサーブをミスしたような感じもありましたが、ね、いつも逆クロスの方向へレシーブしてますから、はい、たまたまストレートに今度は勝負したんでしょうけども、ちょっと回り込みすぎた感じがします。おー、ナイスショット。飛び上がるもんですね、はい、レシーブの前に。しかしいいリターンですね。そうですね、コントロールしてます。はい、さあ30-40、またブレークポイントになりました。ここはサバティーニ立ち上がり頑張りどころです。あっと、バックハンドネット。これで第1セットグラフ3ラウとなっています。
美味しいジャムなのに美味しくなりました。変わったのは少しです。明治屋のマイジャム。アルデンテ。アルデンテ。パスタを食べるなら、私はわざわざアルデンテパスタを食べたい。アルデンテ。明治屋のアルデンテパスタとアルデンテパスタを美味しくするソース、アルデンテ。第1セットグラフ3ラブの後、ご覧のように 5-2 となっています。第1セット第8ゲーム、わずかにアウト。2ダウンですからね、やっぱりここはサバティーニ、ここで一旦もう精神的には緩むんでしょうね。はい、で好きなことを打ちたいボールを打ってリフレッシュして、あ、で次につなげようと、それでセカンドセットの第一ゲームにつなげる方が、ここあんまり集中してもあんまり意味がないですからね。はい、ネットを取りました。アウトです。グラフ30ラブ。確かにちょっとサバティーンの表情を見てましても元気がないというか、ええ、もう少しこう構えの時も軽いフットワーク見せるかなという気もするんですが、これはいいリターンです。走ります。アウト。あっという間に第1セット、ステフィーグラフセットポイントです。第1セット6にグラフ取りました。何かあの辺はもうちょっと手がつけられないというような感じがありますね。グラフの方リターンがやっぱりちょっと早すぎるんですかね、サバティーニのね。ですから次の守りに入るタイミングがないですね。さあ第1セット6、2でグラフ取りました。第2セットです。いずれもサーブ&ネットを見せましたね。そうですね。さあ気分を変えて第2セットに臨めるかどうか、サバティーニ打っていきます。しかし打っても厳しいボール返ってきますね。そうですね、浅くなりました。スライスでここでネットを取ります。足元入った、追いついた、フォアボレー。見事、これはサバティーニいいポイントを取りました。これも何か流れでネットを取ってしまったという感じもありましたけれども、ね、これがこのボレーが上手かったですよ。またですね、あのハーフボレードロップボレー気味、狙った通りという感じですね。はい、しかしああいったラリーでいいポイントを取ると、ええ、何かこう気持ちの上でも乗ってくるんでしょうね。そうですね、それはやっぱり気分のこの第1セット第2セット第1ポイントですからね、はい、そういう意味合いが大きいですよね、このポイントは。これはアウト。
その前のサバティーニのボールがちょっと微妙だったんでしょうか。そうですね。それで観客が騒いだんで、ラリー中には騒がないように注意してくれと審判に言ってますね、グラフが。第1セット 6-2 でグラフ。第2セット最初のゲームです。しかしこのサーブのこのテイクバックちょっと変えたにしても、あまり確率は上がってないような気もしますね。そうですね、楽にはなるでしょうけどね、はい、体力的に、これで40ラブです。これは随分ネットの下の方でした。オンライン浅くなってネットを取りました。これは大きくアウトです。第2セット最初のゲーム、ナイスキープですね。そうですね、はい、サバティーニ取りました。柔らかさはどうですかとか、甘さはどうですかとか、果実とじっくり相談しながらジャムになりました。だから贈り物にいいと思う。マイジャム、フレッシュ&フルーティー。バージニアスリムスフロリダ大会決勝、グラフ対サバティーニ。第2セット、サバティーニの 2-1 から第4ゲームに入ります。おー、サービスエース。それほどこう速い球という感じはしないんですけどね。そうですね、全く予想してなかったところへ来たようですね。だ手だけで伸ばして取ろうとしてますから。走ります。スライスで一旦落としてネットを取る。あー、見事。この辺はこうどう取られても盤石と言いましょうか。そうですね、非常にスイングがコンパクトでまとまりがいいんですよね、はい、ですからミスをしたとしても大きなミスは絶対しませんね、グラフは。サーティーラブ。リターンダッシュ、アウトです。サバティーニはこの試合サーブ&ネットとか、今のようにリターン&ネットとか、やはりこれでいかないとなかなか勝ち目というのは出てこないんでしょうか。でしょうね。やっぱり突破口はネットプレーだと思います、はい、やはりどんなにハードヒットを後ろベースラインからやりましてもね、グラフの足があればみんな取られますからね、はい、そういう意味ではグラフのフォアハンドのスピードの方がよっぽど速いですからね、これはネットです。ドロップショットでもやろうとしたんでしょうか。そうですね、今のは完全にドロップショット狙いでしたね。それでサーティーオール。いいコースに入りました。浅くなった、大きくアウト。あの辺はサバティーニどうなんですか。例えば一つつないでボレーをさせてみるとか、スライスでクロスという一気に勝負をかけないように。そうですね、あれだけ自分の体勢が崩れてますからね、はい、やっぱり小さなフォームで相手の今度は嫌なところへ打つというのは一つの大きな作戦ですよね、はい、大きくアウト。
ちょっと勝負が早すぎました。ちょっと疲れてますかね。かなりの汗ですけども。確かに暑いようですね、ちょっと辛抱強さが今サバティーニはちょっと欠けてるようにも見えますけどね、まあ、この辺が一つには、まあ、我慢のしどころなんでしょうか。第1セットは 6-2 でグラフ。第2セット2オールから第5ゲームに入ります。フォームの大きい人が、ちょっと疲れてくるとどうしてもああいうふうにこうボールを抑えきれなくて、はい、アウトするケースが増えるんですよね。はそういう今の彼女のサバティーニのエラーの仕方を見てますとちょっと疲れてるんじゃないかなというふうに見えるんですけどね。今まで11回戦って全部負けてるというのもその疲れの要因の一つになってるんでしょうか。ありますね。精神的にすごい負担ですよね。とにかくまだ1回もこのグラフに勝てません、サバティーニ。慎重にこの辺はつなぎます。スライスでよく切れてます。アウト、バックハンドレット。すごいスライスですね。ですね。あれはぐん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 伸びてくるんですよね、深いところまで。やはりあれでその強烈なバックハンドを封じてるということは言えますか。あれは打てないですよ、あんな深いところへ来ますと。このリターンはアウトです。サバティーニの一番好きなボールっていうのはサービスラインのちょっと後ろぐらいにバウンドするドライブのかかったボールですよね、はい、これだったら思い切って打つと思いますけどね、あんなベースラインギリギリのところへグッ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 伸びてくるスライスボールなんてのはそう簡単に打てませんね、はい、スライスで返しとけばいいんですけどね、そうすると自分の何かテニスがつなぎばかり で、 そうです、ね、攻撃ができませんしね、まあ、その辺の苛立ちもあるのかもしれません。サバティーニ、このスライス、わーっと2ポイント同じようなパターンですね。あれが打てないですね。さあ 15-40、 ここはサバティーニちょっとピンチです。第1セットは 6-2 でグラフが取っています。第2セット2オールからの第5ゲーム、あっとフォアハンドアウト。第5ゲームサバティーニ落としました。第2セットこれでグラフの 3-2。 ちょっとこの後サバティーニ頑張りをね、そうですね、期待したいんですが、それではこの後マイアドバイスをお届けします。試合は少女の体から3リットルの汗を奪う。テニスで失う水はテニスで取り返す。マイスポーツドリンク、テニス。テニスファンの皆さん、こんにちは。ワールドビッグテニス、先週に引き続きましてバージニアスリムスフロリダ大会の決勝、グラフサバティーニの一戦をお楽しみいただきます。第1セット 6-2 グラフ、第2セットもグラフが 3-2 とワンナップです。渡辺さん、はい、先週ご紹介した第1セット、そして第2セットの前半見てる限り、何かもうグラフが好きなようにといいますか、サバティーニちょっとダメかなというそういう何か雰囲気ですね。そうですね、特にやっぱりグラフ のバックハンドがよく伸びてましたよね。スライスですね、これにちょっとサバティーニ手を焼いてる感じがしたんですけども、つまりそこからサバティーニがこう自分の、まあ、形といいますか、ものすごいリターンが返ってきました。思ったように攻撃できないわけですか。そうですね、得意の厚い当たりでフルスイングでトップスピンをかけていく、その持ち味の球が出せないんですね。ははグラフネットを取りました。フォアボレーです。サーティーラブです。まあ、いつもそのサバティーニがグラフとやる時のパターン、まあ今まで11回やって勝ちがないというのその最大のパターンはそれだと思いますけどね。ああそうですか、しかしなんとか突破口を見つけたいサバティーニです。いってますね、このグラフが、もっと今度のバックハンドスライスはネットです。
かしあの高いところからこうスライスをこう沈めていくというのはなかなか難しいショットでしょ。そうですね、まあやっぱりライジングボールって言いますかね、それをバックハンドで打っていくっていうのはあれに難しいですね。だけど楽なんですね、体力的には。あ、なるほど、スライス、ストレートへ跳ねないですね、向こう行ってからの。本当にそうですね、コーナーいっぱいです。フォアに回ってとストレートはネット。ちょっとグラフにミスが2本続きました。サーティーオール。昨年の8月ロサンゼルス大会で優勝して以来、女子のランキングナンバーワンにどっかりとこう座っている感じの手前ステフィー・グラフ。今年になって6位から5位に上がったサバティーニ。いいボールです。ロングボレー、これをスタート。サバティーニが打ってきましたね。そうですね、これをボレーして、ちょっとあんまりいいボレーじゃないんですけど、ここトップスピンで浮きましたね。はい、トップスピンだったらもうちょっと体から離してないと、ああいうふうに浮いてしまいますね。はい、ちょっと無理をした感じがします。あー、サービスエース、ブレークポイントをサービスエースで逃れましたステフィー・グラフです。すごい汗ですね。そうですね、37、8度ですか。そうですね、それに割と湿気もあるんですね。そうですね、ですからこんな中でグラウンドストローク合戦をやろうというと相当の意志の強さがないとできませんね。はい、すごいスライスです。もう一歩、あっと、アプローチショットがネットになりました。アドバンテージサバティーニ。先週ご紹介した第1セットから第2セットにかけてはこのサバティーニが割とネットプレーを見せたんですが、しかしこの暑さですと体力の消耗も激しいですよね。そうですよね。さあブレークポイントになっています。目につなぎます。浅くなった。フォアハン。あれ？おっとアウトしました。ステフィー・グラフです。第6ゲーム、グラフを落としました。第2セット、これで3オール。珍しいですね。珍しいですね、今のエラーはね。汗でグリップが滑りましたか？というふうな感じで、ちょっとベンチに戻ってタオルを使いましたね。はい。なんか、あったんですかね。第2セット3オールから第7ゲームに入っています。今のもちょっと勝負が早いですね。あ、グラフですね。自分が、追い出されてるからって言ってもあそこからハードヒットするっていうのは、まあ、ネットが高いところを通すんですからちょっと難しいですね。はい、グラフも多少こう気も、このフォアハンドもネットです。今は少しこのボールを取るタイミングが合ってませんか。合ってませんね、ちょっと詰まってますね。えぐられてるわけじゃないんだね。いや、今のはスライスでこうゆっくりと飛んできたボールですから、本来ならばもう一歩後ろへ下がって、ドンといつもの通り打てば、いつもの逆クロス素晴らしいのが入るんでしょうけども、はい。グラフからすればもう暑いし疲れてきたし早く終わりたいという気持ちもあるんでしょうか。まあ、グラフ特にこの前の晩2時間50分ぐらいの試合をシライバーとやってますからね、そ
そういうことも体力の疲れてくるんじゃなかろうかなんていうことを思い始めると余計疲れるんですよね。疲れてなくてもね。6スマッシュきました。第2セットの前半はこのサバティーニが少し疲れてるのかなっていうようなね、そうだったですね、表情を見せてたんですが、先ほどブレイクバックしてまた少し元気が出てきたようです。ネットダッシュ、ハーフボレー、あーっとこれはアウト。汗がポタポタ垂れてますね。そうですね、でもグラフは割にこまめに体を動かしてますよね。はい、でも、ちょっと大きくこれがアウトになりました。第7ゲームサバティーニ取りまして、第2セットサバティーニが 4-3 としています。グラフにちょっとミスが出てますか。フォアハンドが特にちょっと悪いですね。肩が回ってないんですね、はい、足がポン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 飛んでるんですけども、肩をちょっと入れて打ってないだけ、余計に無理してスピードを出そうとしてるんですかね。ちょっと体が開いたままクロスの方へ打とうとしてますね、はい。まあ、グラフのフォアハンドの逆クロス逆クロスと言ってて、ストレートへドーンと打ち込むのが一番得意のパターンなんですけども、これは調子のいい時は非常にいいんですけども、一旦不安になると非常に難しい、自信がないと打てないショットですよね。あっとバックハンドネットです。グラフにちょっとミスが出かけたところだけに、サバティーニの方からミスをしたくないんですが、そうですね、ここはやっぱりちょっとサバティーニとしてはオープンオープンへどんどん打っていきたいところですね、はい。あ、なるほど、サーティーフィフティーン、とわずかにアウトか。かなり風がありますね。そうですね、風がなかったら大変でしょうね、この暑さは。暑くてね。いいサーブが入りました。懸命に返します。ターン落としてストレート。スライスでつなぎました、サバティーニ。ドロップショットか、ネットを取ります。これはチャンス。クロス。アウトになりました。今のは抜けましたよ。ちょっと変ですね、グラフ。ちょっと大きいアウトになりましたね、はい。何かここに来て急にこのグラフらしいキレが何か見られなくなりました。これもアウトです。サバティーニのボールはちょっと深くなってますね。あ、そうですか。今のもトップスピンでかなりベースラインいっぱいに入ってますからね、はい。40-15からデュースになりました。これもベースライン割りました。アドバンテージサバティーニ、ブレイクポイントになりました。ゲームグラフ 40-15 から一気に落としてしまいましたね。そうですね、これでサバティーニが3ゲーム連取立て続けにフォアハンドのエラーが出てますね、第2セットサバティーニの 5-3 です。
何か第6ゲームの途中からこうちょっとこう変わっていきましたね。そうですね、 3-2 でリードしてて、はい、まあ、1ダウンリード、1ブレイクリードして30ラブだったんですよね、はい、そこから挽回されてるわけですからね。サバティネットを取りました、うん、あーこれは見事だ、お得意のショットですね。そうですね、辛抱のショットでしょうね、これも、はい、さっきはトップスピンで打って大きくアウトしたバックのパッシングがありましたけど、はい、またフォアハンドネット、何か流れ変わってきましたね。ちょっとフォアハンドがおかしいですね。おかしいですね。ちょっとラケットヘッドの方がかなり先に出てくるんですね。ああそうですか、トップスピンをかけようとしすぎですかね。サバティーンネットを取りました、逆クロスワンネットです。力が入ってますよ、ちょっと。ああそうですか、やっぱりあのストーンとこう振り抜けるフォロースルーになってませんね。サーティーフィフティーン、サバティーニ、あのスライスの滑ってきたボールでしょ。そうですね、タイミングをつかみましたかね、ついに。あのボールに対してつかまると怖いものがなくなってきますね。そうですね、バックハンドがどんどん今度は生きてきますからね、はい、40-15 セットポイントですか。そうですね、はい、取りました。ファイナルセットです。柔らかさはどうですかとか、甘さはどうですかとか、果実とじっくり相談しながらジャムになりました。だから贈り物にいいと思う。マイジャムフレッシュ&フルーティー。美味しいジャムなのに美味しくなりました。変わったのは少しです。明治屋のマイジャム。グラフ対サバティーニの決勝ファイナルセットに入っています。そしてそのファイナルセットも第3ゲームでグラフがサービスを落としました。サバティーニ 3-1 とリードしています。しかし渡辺さん、はい、第2セットはグラフの 3-2 から4ゲーム連取だったんですよね。そうですよね、自滅だったですね。自滅ですか、フォアハンドがもう徹底的にエラーしましたね。あーそうですね、ちょっとまだ肩が入ってないですね。ああそうですか、クロスで打つときに。でこのバックのミスが出てるんですが、となるとそれだけあまりいいボールがいってないわけですね、サバティーニの方に。そうですね、ですからあんまりボールが伸びてませんから、今度は逆にサバティーニがどんどん伸び伸びと打ってくるわけですね。そうするとグラフはますます今度はスピードで負けるからといって力が入ってくる、はい、マーク循環ですね。あーなるほどね、ネットを取りましたグラフ、これはナイスショット。ちょっと何か変えなきゃいけないということ、はい、で今のネットプレーに変わったんですよね、はい、随分後ろの方から出ていきましたね。そうですね、今のもしかし見事なボレーだったですよ、はい、今のは。
おや？はい。というとこのボールがアウトだったんでしょうか。ちょっとアウトのようにこちらからは見えますね。ですがその後もサバティーニ動かなかったですからね。ちょっと気分的にグラフはこう目いってますね、はい、観客がちょっとこうライン際に飛んだ時に騒ぎますね、それでちょっとカッカと来てるような気配もありますね。それに監視がどうもサバティーニを応援しているような声が多いです ね。とにかくここまで11回対戦して1回もサバティーニ勝つことができません。12回目の対戦になっています。その11回のうち7回ファイナルセットを争っています。もう両選手です。オンラインネットを取りました。スマッシュ決まった。強くなるっていうのは観客を敵にするっていうことですから、大変ですね。そうですね、一時マグラチルマがそういう感じはありましたから ね。誰でもが経験するんですね、はい、去年の8月以来ナンバーワンになってからそろそろこういうアンチナンバーワンが出てくるんですね。そういうことですね。30-40ブレイクポイントになりました。これを落とすとグラフちょっと苦しくなります。現在1ダウンです。世界を結ぶ日本の翼、日本航空とご覧の各社の提供でお送りします。テニスファンの皆さん、こんにちは。今年はステフィー・グラフが年間グランドスラムを達成し、またマッツ・ビランデルが ATP ランキングナンバーワンの座に躍り出るなど非常に新しい流れになっています。そんな流れの中にチャレンジをしていこうというジュニアのプレイヤーたちにスポットライトを当てました。これからたっぷり番組でご紹介していこうと思います。88年 JAL スーパージュニアテニス、今年も神奈川県の湘南スポーツセンターの会場に世界のジュニアたちがたくさん集まってくれました。この番組、日本テニス協会の協会員、そしてこの大会のトーナメントディレクターでもあります内山さんにいろいろと解説をしていきながら、いただきながら、番組をご紹介していこうと思いますが、いや内山さん、今年も本当にあの世界のトップたち集まってくれましたね。そうですね、特に今年第10回目ということで、去年から A グレードに上がりましてね、ウィンブルドンと同じグレードになったんですけれども、男子では世界ナンバーワンのペレイラ、女子もシュルツというウィンブルドン優勝者ですね。これをはじめとする本当の世界のトップのジュニア、今年集まりましたね。そうですね。しかしそんな中にあって日本の沢松がやってくれましたね。そうです。我々の本当に長年の念願だったんですけれども、この JAL スーパーで日本人の優勝者が初めて今回沢松が成し遂げてくれたんですね。はい、まあ、そういった本当に素晴らしい沢松のプレーぶりもこの後たっぷりとご覧入れようと思います。さあ、そしてその沢松などジュニアプレイヤーに密着取材で頑張りました、こちらスーパールーキーアナウンサー香川アナウンサーでございますけどね、どうでしたかこの大会ずっと見てて。打っても打っても必ずそこには沢松選手がいた、素晴らしい拾いっぷりでしたが、はい、その沢松直子選手15歳のその顔をお伝えします。どうぞ。コートの中にいると全日本の若き女王、そんな顔、厳しい顔してるんですけど、ひとたびコートの外に出るとちょっと男の子の話もしたり、それとファッション雑誌を読んでると本当に普通の高校生の顔に戻るんです。さあ、それではこの大会に集まったスーパージュニアたちご紹介してまいりましょう。まずは女子、オランダのブレンダ・シュルツです。もうジュニアというよりも世界的なプレイヤーでもあります。台湾からはワン・シージン、オレンジボールのチャンピオンです。オーストラリアのこちらはレイチェル・マッキラン、ウィンブルドンのジュニアのダブルスでもチャンピオンです。世界のジュニアランキングでも7位。
同じくオーストラリアでジョアン・ホール、ジュニアのランキングでもナンバー2という強い選手ですね。さあ男子へ行きましょう。今大会ダントツのナンバーワンシード、全米、全仏、そしてウィンブルドン、それぞれジュニアでチャンピオンというペレイラ、そしてチェコスロバキアからはズドラジーラ、この大会の第3シードでもあります。アメリカのピート・サンプラス、すでに ATP ランキングでも150番台という順位を持っています。さあ今年で10回目というこの JAL の大会ですが、内山さん、過去9回の大会でもう世界へ羽ばたいてきた選手多いですもんね。そうですね、はい、JAL に出場した多くの選手たちが今世界のトップとして活躍してます ね、 ですね。ガリソン、こちらはバセット、男子でこれはオーストラリアのフローリーです。オーストラリアといいますと、あのパッドキャッシュもこの大会で活躍した中の一人でした。そして日本からは井上悦子さんです。私もあの JAL 出まして、すごくあの楽しかった思い出いっぱいあります。でもその時はやっぱりあの外人選手とやるっていうので、ものすごい緊張もしてたし、あの一つでも多く勝ちたいっていう、そういう気持ちがすごく強かったんですよね。でもあのとにかくやっぱりあのこういう試合をステップに、あの一般の方でまた頑張れるようにやってってもらえたらなと思います。あの松岡修造選手も3年前この大会でダブルスのチャンピオンになっています。練習をですね、もうちょっと外人の人でやっていいんじゃないかなと思うんですけど、何か自分の特徴で出してですね、どうにかしてみんなの仲間に入るっていうことが大切だと思うんですよね。これからもし海外に出ていくとしたらすればですね、まあとにかくエンジョイして、頑張ってください。この僕がここまで来てるんですから、あの他にもね、もっと実力のある人はたくさんいると思いますから、とにかく頑張るようお願いします。さあそれではここからは、この大会のまさにスーパーヒロインという感じでした沢松尚子選手の動きを中心に大会を振り返っていこうと思います。今年の大会は男子女子ともに64人の参加で行われましたけれども、まず女子のこの沢松、1回戦が日本の田中、2回戦東堂と破って、こちらは3回戦です。ジュニアのランキングでは118位という神を下してベスト8へ行きました。そしてベスト8がこのニュージーランドのトレアホアとの対戦で、やっぱり一つ大きな山でしたね。そうですね、はい、過去1勝1敗でしたし、しかもファーストセットこの時も落としましたし ね、 ね、ご覧のスコアで第1セットは落としたんですけど、第2セットが 6-4、 第3セットは流れが一方的になって 6-1、まあ、スタンドにはこの時吉田和子さん、かつての沢松和子さんの姿もありましたが、そんな中で堂々とトレアホアを下して沢松準決勝へと進出していきます。今日はリターンがアウトになって沢松フルセットでトレアホアを下しました。その沢松のこれから準決勝へというところですね。試合が終わった後もちょっと大きな試合を勝った後のほっとした表情というところでしょうか。準決勝は同じく日本の平木理香との対戦でした。平木もこの大会、内山さん、第2シードのあのねホールを破ったんですけど ね、 非常にいい当たりだったんですけどね、はい、この日はちょっと一方的に沢松に打たれましたね。そうですね、まあ、沢松はまだ平木にここまで勝ったことがなかったんですけどね、はい、それでもストレート 6-1、6-1 と下して、いよいよ決勝戦へというところ。何度も聞かれてることだと思うんですけど、おばさま、和子おばさま、はい、と比べて自分をこう意識してますか？いやもうそんなも全然追いつけないですからね。もうおばさんは日本選手権何回取ってんだろう、かなり連覇してると思うんですけど、いやもうとてもとてもそういうことは難しいことですし本当に一歩でも近づきたいですけど。近づきたい、なかなか謙虚なことを言ってたんですが、そのおばさん和子さんですね、私の15の時より全てにおいてはるかにうまいとおっしゃってました。ああそうですか。その沢松、いよいよ決勝、向こうに見えているマッキランとの対戦です。ちょっとさすがに決勝だけあって顔つきも少し厳しくなってるかなというところですが、この後コマーシャルに続いて決勝戦の模様をご覧いただくことにしましょう。68の一流ショップで割引になるカード差し上げます。
JAL で行けば今ヨーロッパはお買い得シーズンです。屋敷の中はお湯浸し。父上、健康ランドだよ。お湯に浸かって忍法健康の術、上杉インター名阪健康ランド、体にいいじゃないか。屋敷の中はお湯浸し。父上、健康ランドだよ。お湯に浸かって忍法健康の術、上杉インター名阪健康ランド、体にいいじゃないか。気の合う仲間がいる、陽気な人がいる、みんなの笑顔が集まれば最高気分さ、ハッピーデー食堂園、ナイスデー食堂園、焼き肉しゃぶしゃぶ食堂園。忘年会新年会は食堂園。今年の JAL スーパージュニアテニス女子の決勝は昨年に続いて日本人が決勝へ進出してきました。まあ、内山さん、去年もあの山口涼子という選手がね決勝まで行って惜しかったんですけどね。過去に何回か日本人の選手決勝まで行ってるんですけれども、はい、まだ一度も優勝者がいないんですね。まあ、そういった中でこの沢松、特にこの全日本の優勝というところからも波に乗ってきたという感じもあるだけに大いに期待がかかりました。決勝戦の相手はオーストラリアのマッキランです。このマッキランという選手もジュニアのランキングでは7位という、まあ、沢松にとっては非常な強敵という感じですよね。特にネットプレーがうまいんですね。ですからダブルスではもう圧倒的に世界でもナンバーワンということなんですけれども、はい、シングルスでもネットに出たときはちょっと怖いと思いますね。そうですか。その沢松、注目の第1セットファーストゲームです。深いボールで追い出しましたね。最初からもうこれ沢松の持ち味なんですけれども、はい、彼女の深いストロークが入ってればですね、マキランもそんな簡単に前出てこられませんので、そういう展開になれば、十分にチャンスあると思ってたんですけれども、はい、まあ、今日はだいぶこの沢松のプレーを皆さんにお見せすることができますので、内山さんにもじっくりとね、その沢松の良さを分析していただこうと思いますけれども、まあ、今ストロークの深さという点がありましたけれども、ええ、その他の点でいうとどの辺になりますかね。そうですね、はい、やはり試合の組み立てが非常にうまいですね。自分自身がですねストロークプレイヤーですから、相手のですねバックに行ったらいいのかフォアに行ったらいいのか、これをですねしっかり試合の中でですね、はい、読んで、それでだん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 相手の弱点を探して、そこへストロークを集めるという戦法をよく取るんですね。非常に、じゃあもう非常にリズムという部分がかなりありますか。この辺のやっぱりこの打ち合いの中からやっぱ見出していくわけですね。まあ、これはちょっとマッキランのショットが良かったですけどね。今のは素晴らしいショットですからしょうがないですね。はい、ダウンザラインいっぱいのショットでした。ただ内山さん、沢松という選手はこの決勝戦だけじゃなくて確か3回戦ぐらいもそうでしたけども、必ずしも立ち上がりが、ね、いいという感じじゃない。初めからですねガンガン飛ばすタイプではなくてですね、はい、相手とのそういう打ち合いの中でですね相手の弱点を見出すということですから、はい、駆け引きですからね。ですから最初はそれほどフル回転で入ってくるわけじゃないんですけども、だん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 自分のペースに引き込んでいってしまうというところがもう一つのうまさなんですね。そう、やっぱり立ち上がりの何ゲームかの中でどうしたらいいんだってことを見極めていくっていう。そうです、ですから今までもこの大会でもですね、はい、ファースト取られてから途中からですね戦法を変えて逆転したというケースがありましたし、はい、そういうところが非常にうまいですね。なるほど。これはちょっと沢松にとってはアンラッキーなネットインでした。
今のところはこのマキラもあまり前出てこないでちょっと様子を見てますね。そうですね、打ち合いが多いです。はい、さあ沢松、このゲームは40ラブからデュースに持ち込まれました。ちょっと立ち上がり硬いみたいですね。やはりあの、彼女の持ち味というのはファーストサーブはそれほど鋭くないんですけれども、必ずファーストを入れる確率が高いというところに良さがあるんですけれども。はい、あこれでも3つ続けてですもんね。この深いストロークもわずかにベースラインを割りました。第1セットいきなりサービスをブレイクされてしまったという沢松だったんですけれどもね。この会場の湘南スポーツセンターもだいぶこの沢松人気というんですか、お客さんも大盛況でしたね。今年はあの JAL スーパー始まって以来の一番大きなお客さんに、多いお客さんに来ていただきましたね。あそうですか、はい。まあ確かにね、この全日本選手権で優勝した後っていうタイミングの良さもありますもんね、はい。昭和48年の3月23日生まれといいますから、まだ15歳と7ヶ月というこの沢松直子です。香川さん、ウェアもなかなかこの紫を取り入れてるあたりが、ね、流行というか女の子の心配りを感じますね。さあファーストセット第1ゲームをブレイクされました沢松、これから第2ゲームというところ、手前のマッキランのサービスです。これ痛烈に抜いていきましたね。あの足も動かし始めましたしね、はい、今 あの高い打点からのフォアハンドというのが沢松のもう一つの武器なんです。はあれは非常に難しいんですけど、あれはもうグラフ張りですね、あの高さから打てるというのは。いやいや、あのラケットワークだけではなくて体も使ってるってとこですかね。あのうまく体を乗せてくるんですね、ボールに、はい、ですから大振りしてないんですけれども、ボールに非常に伸びがあります。はい、割とこうやって画面の見た目以上のものがやっぱり、あの受けてる方としてはかなりこれ辛いんですよ。あそうですか、じわじわと効いてくるという感じですね。あなるほどね。うわ今のも非常にストレート綺麗にダウンザラインに決まりました。これも厳しいコースです。チャンスボールになりました。うわ今のはもう、ですね、深さも横もいっぱい、やはり今のウィニングポイントの前にあったいくつかの打ち合いの中でやっぱり、だん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 追い込んでますよね、しかしこれは素晴らしいショットです、はい、まさにコートの対角線といった感じのショットでした。ブレークポイント、マッキランのロビングがアウトになりまして、ブレークバックといういきなり、これはやっぱりあの 2-0 になるより、これ1オールになって、ね、もちろんです、はい、これでですね、はい、ファーストセットはあの非常に流れがもう変わったと思いますね。そうですか、お互いサービスブレークの応酬という立ち上がりになりました。決勝戦の第1セット、このマッキランがいろいろあのちょっとロブを上げたりスライスをしたりと、いろいろこういうドロップショットとかね、使ってくるんですね。あの結局マキランの方の作戦としてはですね、はい、長いこと打ち合ったら分がないと思うんですね、はい、ですからやはり、アングルを打ったり、それから前へ刻んだりロブを上げたり、いろんなことをしてですね、ペースを変えるという、あの相手をですね、同じペースで打たせないという作戦を取らなきゃならないと思います。はい、
相当なんか伸びがありそうですね。あの深いもんですからねボールが、はい、ですからコースが良くて深いもんですから相手は攻撃できないんですね。したくても、前へほとんど出てませんもんね。そうですね、ベースラインこれもわずかにアウトでした。こういう後ろでの打ち合いになりますとこれはもう完全に沢松ペースなんです。そうですか、まあ、この日私もあの内山さんと一緒に見ててマッキランがなかなかネットに出てこないななんて話をしながらね、見てましたけどやはりあの出られないんですね、出てこなかったのではなくて、で沢松はまたあのパスが得意で自分はパスが好きだって言ってますね、そうですね、オーストラリアこちらまだ16歳というマッキランです。これもマッキランちょっと逆を突かれたという感じですか、打点が高いですね、相変わらず、非常にいいです。今のサービスリターンも多少やっぱ押されてるって感じになるんですかね、ファーストがよく入るようになりましたね、沖縄の海はこれからが楽しい。初めての人もベテランもたっぷり楽しめる全23コース JAL ダイビングツアー沖縄新登場です。水平解像度800本、DDSS 方式ダイヤトーンスピーカー搭載、これからの高画質水準、三菱 CZ。 シンプルに恋と仕事と私のダイヤモンド、エンゲージリングは足立宝石店。大きな声、いただきます、大きな声、いただきます、阿部の近鉄百貨店隣、新宿ボシソービル、25日オープン。今年の JAL スーパージュニアテニスは本当にこの人沢松の登場で盛り上がりました。決勝戦へ進出して第1セット、先に5ゲーム目を沢松が取って自分のサービスゲームに入ります。ここまでちょっとお互いにあのサービスブレイクが多かったですね。でしたね、キープができませんでしたね。ただ1回余分に沢松の方が相手のサーブをブレイクしましたから、有利になってますね。逆に言うとマッキランみたいなタイプはサービスであの優位に立てないとちょっときついなっていうのがありますか。非常に苦しいと思います今、高いボールの打ち合いになりました。こうやってマッキランもねちょっと何とかして崩していこうというところなんでしょうけどね。そうですね、でもこれはあまりいい戦法ではありませんね。そうですか、沢松に対しては。これ長くなりますとね、結局最後は無理しなきゃならなくなりますから、こうやって結局最後はああやってアウトになりますね。もっと先ほども申し上げたんですけどね、前へ引っ張り出したり、角度を取ったりして相手を動かさないとダメですね。そうですかね。本当にさっき内山さんおっしゃったように沢松って人は自分からそんなにパッと早く仕掛けていきませんもんね。こうやって打ち合いに出ても、ゆっくりゆっくり相手の動きを見てですね、ペースを見て
そしていつの間にか自分のペースにその吸込んでしまうというのがうまさなんですね。あ、なんかこの直子さん限らず沢松家という一つなんか流れを感じるものがありますか。昔からですね、はい、もちろん和子さんもそうでしたし、はい、それから沢松さんのこの彼女のお父さんがですね、はい、昔やはり全日本クラスの選手だったんですけど、やはり足が速くてですね、非常にストロークが正確でしたね。そうですか。ちょっとストロークが長すぎまして、沢松相手にブレイクポイントを握られます。第1セットの第9ゲームをご覧いただいています。このクロスの打ち合いがわずかにアウトで、またブレイクということに、ね、そうですね、なりましたね。この辺まではちょっとなんていうんですかね、打ち合いをしててね、はい、マキランの方も割合ゲームが取れるもんですから、ですからマキランもその積極的にネットに出るっていうのも考え込んじゃってると思いますね。あ、そうですか。かえってブレイクがお互い続いてるとちょっとやっぱその辺の心理的に不安定になりますか。まあこうしてても取れるんじゃないかなっていう気にもなりますしね、はい。さあ 5-4 となって、以前沢松ワンゲームアップで第10ゲームに入っています。高いボールでペースを変えようというマッキラン。沢松も焦りません。これは逆クロス、マッキランの強打でした。こういう表情を見てるとほとんど試合中変わらないんですよね、沢松は。これは素晴らしいことですね。相手にですね、自分が窮地に立っても全然そういう表情を見せませんので、相手としてはそれも嫌ですね。でしょうね。プレースタイルもそうですけれども、はい、じわ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 来るんですけれども、そういう意味でも非常にしっかりしてますね、はい。この辺も同じコースが続いて探りを入れていこうという沢松。でストレートにコースを変えてマッキランのミスを誘いました。沢松、沢松としては今のクロスの打ち合いからですね、はい、フォアハンドに回り込んでストレートに叩き込むというのが今の使いたいパターンだと思うんですね。そうですか。これもちょっとエースを狙って、ちょっと今のミスしましたけどね、はい、組み立てが今一番多く使ってる組み立て方だと思います。はい、やっぱりそれだけ相手をそのバックサイド、つまり前の方前の方行っといて、後ろへパッと相手の後ろ側へというか、これがなんとこの試合初めて出たボレーのポイントでした。私はね、彼女の非凡さというのをここに見てるんですね。ああ、そうですか。今はもう 30-15 でですね、もう1本捉えれば5ボールに追いつかれちゃうわけです ね。ここでいきなり前出てきてボレーで切り抜けてしまうっていうのが素晴らしいと思います。その辺やっぱり勝負感あたりですかね。まさにそうですね。あ、これもよく走りました ね。相手のアプローチショットを逆にね、ポイント取っちゃったわけですからね、はい。さあブレイクポイント、セットポイント、セットポイントになりましたね、はい。これも追いつきません。非常にいいショット、深いショットが冴えました。沢松第1セット 6-4 で取りました。最後エースで決めてしまいましたもんね。さすがですね、はい。まあ、本当全く表情が変わらないというプレッシャーに強い彼女なんですが、はい、お母さんの純子さんももう試合前でも平気な顔してると、その点では扱いやすいんですとおっしゃってました。非常に勝負をする人間にとっては羨ましいところですね。
あのこのなんていうんですかコートでですね、はい、お互いに打ち合うのと同時にですねその勝敗に対するプレッシャーっていうのを非常に感じながらやるわけですよね、はい、だけど彼女はそれをマーク試合前にはあの気持ちを発散させといて他の人と楽しんだり遊んだりしといてですね、はい、それで試合の直前になってから集中してコートへ入るというのは非常にうまいですね。あ、ええ、どうやってプレッシャーを発散させるのって言ったら、うん、友達と喋ってたらそんなこと忘れちゃうとか言ってましたあ、そういった面でも切り替えっていうのがさすがですね、うまいと思います、はい、なかなかできないことなんですけどね。第1セットは 6-4 と沢松が取って今第2セットの第1ゲームに入っています。これはマキランがうまく動き出しました。うまかったですね、はい、結局ああいうパターンを作るしかマキランには勝機はないと思うんですね。今みたいに短いアングルを打って、はい、沢松を走らせてからオープンコートに打つと、はい、これか自分が前へどんどん出てしまうかですけどね。沢松のパスが怖いんでしょうね。ですかね、カロブでしのぎますマッキラン。わずかにストレートは長かった。今は逆に、はい、マッキランがよく我慢しましたね。そうですね、内山さん、僕らオーストラリアのテニスのプレーヤー見てますとね、ええ、割とすぐネットを取ってっていう形を見慣れてるせいか、はい、そういった面ではこのオーストラリアの女子の選手なんてのはどうなんですか。この選手はですね、もともとネットプレーヤーだと思うんですね、はい、ところが今日前出てこないのはよっぽど沢松のそのパッシングショットがですね、はい、鋭いということをどっかで見たかあるいは聞いたかしたんだと思うんですけれども、ね、あ、そうですか。こういう打ち合いをしている限りはですね、はい、ほとんどこちらの選手には勝機はないと思うんですけどね。なるほどね。第1セットは 6-4 と取った沢松ですけども、第2セットの最初のゲームはマッキランが取りました。本当に秋のうららかな日曜日、本当にこのお母さんの姿が見えますね、はい、はい、いいお天気にも恵まれてお客さんもたくさん入りました決勝戦です。まあ、彼女暑いのも寒いのも苦手ということだったんですが、前の日雨が降って雷まで鳴りましたよね、それに比べたら彼女にとってはやりやすいお天気だったんじゃないかと思います、風もありませんでしたし、そうでしたね、いい天気でしたね。このゲームはマキランがもうロブを上げたり短くしたり、はい、先ほど申し上げたことをやってます ね、 ですね、要するに同じリズムで長いこと打ち合わないっていうんですか、はい、当然ファースト取られてますからセカンドに入って同じペースでやったらやられるっていうのは分かってるわけですからね。ですから変えてくるんですけれども、はい、前は出ないでこういうふうにペースを変えることで今、はい、沢松を崩そうとしてるんです。むしろコートの前後での揺さぶりですか。 そうですね、はい、前後左右はい、アングルを打ったりですね、はい、角度を取ったり、いいショットですよね、今のもね、非常に打点が高いですからね、はい、角度がかなりついてしまうんです。高いところで打てば当然それで角度取れるわけですから、はい、
どうなんでしょう、そのただ高い打点で打つっていうことになるとかなり力もいるんじゃないかなっていうような気もするんですけどね、力というよりもですね、ラケットの、はい、なんていうんですか、面をですね上げて打つんですね。で体を乗せればでも高い打点からでも打てるんです。手だけではあの力は非常に要しますけれども、はい、彼女は体をうまくボールに乗せていくんです。ですから高い打点からいいボールが打てるんですね。その辺がやっぱり彼女の特徴の、あのショットの大きな特徴ですからね、そうですね、第2セットに入ってからですかね、だんだんいいサーブも多くなってきたという感じでしたね、うわこれもセンターいっぱいでした。ちょっと誰も取れませんねそうですね、さあワンブレイクと一つのサービスキープ、2ゲームアップになりました。今の見事なサービスエースでした。そして沢松のサービス、思い切って出て叩きましたね、思い切って体を乗せてますよ、はい、ですからボールが伸びるんですね。